クシュアントシンはインドの作家。英語で著述活動を行い、歴史書や小説を発表している。ラホール近郊にあるハダアリ村のシーク教徒の家庭に生まれる。ラホールの公立学校を卒業後にケンブリッジ大学やインナーテンプルで教育を受ける。卒業後にラホール高等裁判所で判事を務め、1947年の インドパキスタン分離独立の後はインド外務省に勤める。1951年にはジャーナリストとなり、新聞社の編集長やインド国民会議の議員を歴任する。1974年にインド政府からパドマブルシャン賞の叙勲を受けたが、1984年にアムリトサルの黄金人事件に抗議して返却した。後に2007年には、 より好意のパドマビブーシャン賞を授与された。歴史家としては、シーク民族の歴史が有名である。小説では数十冊を発表し、25年以上の研究成果をもとにした、長編、シ都トデリーやパキスタン行きの列車、女性のお仲間などの作品がある。その他、時事問題のノンフィクションや翻訳書も執筆している。シーク教徒であるが、自らについて、 不可知論者であるとも語っている。ありがとうございます。